あ、動画も出てるじゃん。描画かわいいですね。あ、そうそうそう。すごい。いいよ。栗山大先生がいろいろやってくれました。すごい。かわいい。うわ、めっちゃかわいいじゃん。じゃあ見ていきますか。行きましょう。めっちゃいいな。今回ね、等身大パネルないんですけど、その分壁のこう一面を使わせていただいてるという、ね、壁がパワフルで推しの近くに行って、ね、固定の推しがいる方もねその近くに行って写真も撮れるようになるべくそんなに高すぎない位置になってるんで中見ていきます。みんなで同じ映像撮ってそれはそう、みんなどうぞ、あげれそれぞれあげればいいんですよ。もう後でごめんなさい。確かにそう、他の人と話しかけても意味はない。それはそう。あ、これはあ、それはあの前回のポップストアのグッズも、はい、すごい、ちょっと残ってた分とか、はいはい、人気だったものがここにまた再販されてるとね、すごい。まあもちろんね、僕と影丸くんは全部持ってるんですけどね。まあもう当たり前じゃないですか。いいよな、すごい、かわいい、めっちゃかわいいじゃん。うん、かきさん、これランキングめっちゃあるな。ポンポンプリンって3位だよね。あ、この間の東京、うん、そう、なんかあのマイメロの、マジマンパーティーが生年月日を調べたらすごい年上でした。さっきサックンに調べてもらいました。クロミちゃんは2000何年だっけ、2003年だった気がします。これね、これですよね。僕の知り合いにね、これを見せたときですね、どっちだっけって言ってました。僕のはね、わかりますけど、さすがにね、うん、松丸くん好きですよ。小助さんとハンギョドンも合いすぎてるかもしれないな、これ、うん、ハンギョドンも人気ですよね。キミちゃん、僕は鮭の塩焼きが大好きです。お茶っ子、藤宮さんで、これは僕もね、あの親しみ深い、昔なんだっけ、鉛筆かな、鉛筆持ってた気がしますね。これが僕とキティ先輩ですね。いや、本当キティ先輩をコスプレさせてねもらえて感動なんですけど、本当に可愛いからね、うん、いや、どうだろう。慎太郎さんとケロケロケロッピ、親和性がね、なんか、ね、感じさせるものがありますね。うん、で、ヤンミさんとね、コロコロッピ、佐々木さんも、もう書かれてるんですか。書いてますよ、もちろん。かっこよ。いいや。影丸くんと人気ナンバーワンの子です。失礼します。そう、大賞1位だったから、ね。大賞1位。まあ、やっぱコーナー金どころ。失礼します。下手くそすぎるな。生サインありがとうございます。パンさん、ありがとう。下手すぎないだろ。決まってるな、シナモン。オッケー、はい、おお、いいね、いいね、ありがとうございます。あ、ここはメッセージボード。そうです。何がいいかな、やばい、ちょっと1投目ちょっと怖いな。1投目、プレッシャーがすごいですよ。足に書いておくか。どこに書くかでやっぱ性格出るらしいですからね。ここに書こう。よし、いいぞ。やっぱ日本語が分かんない、また。よし、一つこの、はい、みんなにね、書いてほしいですね、これね、来た人にね。お、缶バッチ。
改良ですね、これね。深み取りをしてほしいなと。お、ここはヤンミさんのデザインシート。これがサンリオのコラボステッカーシートですね。かわいい。あ、こんな感じなんだ。ダバストラップ。ちょっと触るとまずいですよね。あ、いいですか。すごい弾力あります。かわいい。実物めっちゃかわいいですね。これがあとなんだっけ、推しサンリオ推し活ケース。めっちゃいいな。うん、うん、そうだね。これヤンミさんのデザインした折りたたみ丸型みたいな。結構ね、重量もあってしっかりしてる感じします。これが、あ、これクッション、これすごい、あの買いたてのお布団みたいな感じで、あの真空されてますね、うん、家で膨らましてねみたいな感じなんですね。持ち運びも、じゃあ持ち運びというか持ち帰りも良さそうです。で、これがサンリオポーチですね。かわいい。あ、これはいい大きさだ。これ筆箱いけますね。はい、筆箱としてもいけますね。あ、いけるいけるいける、いけますよね。全然いけますよね、うん、いけますっていうことですね。本当に僕もこれを筆箱にします。かわいい。うん、この中に入ってるのが、あの特典のトレカです。おお、めちゃくちゃスムーズに入ったから、すげえちょうどいい。ちょうどいいですね。もともと入ってるかのような。本当に元から入ったみたいな、違和感なかった。ここ終わりだ。ビッグカウンターの。ザザコさん、もしコンプできなかったらどうします。コンプできなかった、やっぱり慎太郎さんの方式でいきますか。慎太郎さん何やったんですか。ステッカーをコンプできなかった人のあれで貼るっていう。地獄だ。それで、あの絶対コンプリートできる。なるほど、はい、じゃあいけるじゃん。そうですね、できないわけがない、はい、だからもうステッカー買ってる時点でも勝ちですよ。もう勝ち。ごめんって言いながら入る。めっちゃ怖いじゃん。